リナグリプチンは、ジペプチジルペプチダーゼ阻害薬に分類される、蛍光血糖効果薬である。ジペプチジルペプチダーゼは、インクレチンの分解などに関係する酵素であり、これを阻害することにより、血中のグルカゴン様ペプチドマイナス1の濃度を高め、血清インスリン濃度の上昇及び血糖値の低下をもたらすと考えられている。日本では、商品名トラゼンタで、 日本イーライリリー及び日本ベイリンガー・インゲルハイムから販売されている。GLP-1 アナログ製剤と同じくインクレチン関連薬に分類される。SU 剤に代表される蛍光血糖効果薬に比べて低血糖のリスクが少ないと言われている。副作用としては腹部傍慢、便秘、不腫などが報告されている。ジペプチジルペプチダーゼマイナス4によって分解される。 GLP-1 以外のペプチドキシ質については DPP-4 の項を参照されたい。リナグリプチンを含む DPP-4 阻害薬はガンリスク上昇と関連していなかった旨が報告されたが解析に用いられた研究の試験期間は2年以下と短い。ゆえに長期的なガンリスクは現時点では明らかではないと考えるべきである。新型糖尿病。 ありがとうございます。